動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなた様に下そうとしている決断とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんな決断を下そうと思っていらっしゃるのか見ていきたいと思います。はい、今回もサンタクリーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのバースというカードで、生まれるというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、ビヨンドフィアというカードで、恐れを超えるというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、アセンドというカード、登るというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにバースというカードをですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に下そうとしている決断とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんな決断を下そうと思っていらっしゃるのか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の今の現状ですね、というのを見ていきながら、お相手の方はあなた様に対してどんな決断を下そうと思っていらっしゃるのか、そして、ですね、その決断にはどんな思いがあるのか、まあ、あなた様に対してどんな思いがあるのかっていうのも見ていき、あなた様もですね、今後起こすべき行動や決断はどういったものなのか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方の現状、お相手の方があなた様に下そうとしている決断、そして、あなた様に対してどんな思いが今あるのかということですね。こちらを見ていきましょう。
ではですね、見ていきましょう。上のカードからですね、こちらがお相手の方の現在の状況を表していて、あなた様に下そうと思っていらっしゃる決断はどういったものなのか、そして今あなた様に対してどんな思いがあるのかっていうのを表しています。では見ていきましょう。では見ていくんですが、まずお相手の方の現状というところを見たときに出ているのが、今ね、安定とか安全ですねを獲得するための勝負に挑んでいらっしゃる、重要な勝負っていうかね、なんかその重要な局面に挑んでいるみたいなね、戦車っていうカードが出ていますから、そういう状況なのかなと、思います。で今ね、その獲得しようと思っていらっしゃるその安全とか安心っていうのは、もちろん自分自身のため、お相手の方のね、平和な日々のためっていうこともあるし、あなた様との関係を築いていく、これからね、育んでいくためにも必要な安全安定っていうことなので、だから余計にね、そこをこう掴みたい、獲得したいっていうふうに思っていて、今そのね、獲得するための勝負に挑んでいらっしゃると思うんですが、あなた様に対してね、下そうと思っている決断っていうところに、ヒーリング、癒す、回復するっていうところが出ていますから、だから、あなた様がね、なんかこう、悲しんだりだとか、辛いなって思うような決断を下そうと思ってるわけではないっていうことと、あなた様に対するお願いみたいなところも出ていますので、ちょっとね、このあたり見ていきましょう。ではですね、まず上のカードで、お相手の方の現状というところに、先ほどもちょっと見ましたが、こちらのカードからお伝えしていくと、チャリオット、戦車というカードです。戦車というのはですね、勝負ごとの時に乗る乗り物ということで、勝負を仕掛ける、勝負に挑むとか、何かに対して真剣勝負をね、挑んでいるというか、真剣に戦っているということですね。ですから、お相手の方としては何かにね、今真剣に打ち込んでいらっしゃるものがある。一世一代の大勝負だということでね、こう手を抜かずにね、挑んでいるものがある。逆に言うと、こう手を抜かずに挑んでいるからこそ、その挑んでいること以外のね、ものに今視野が行き届いていないということで、もしかすると今あなた様っていうのは、あなた様とのことっていうのは、ちょっとお相手の方からの、お相手の方のその視野からちょっと外れているっていうことはあるかもしれないけれども、それはもうね、興味がなくなっての視野から外れたじゃなくてね、何よりも今集中しなくちゃいけないことが目の前にあるから、ちょっとそこだけを見ていて、ちょっとあなた様のことが、ちょっとこう以前に比べたら全然こう見えなくなってしまっているだけで、でもね、その先ほどもお伝えした通り、この勝負っていうのはお相手の方ご自身のためにも重要な勝負ではあるんだけれども、お二人の関係、あなた様との関係においても重要な勝負であるから、余計にね、こう集中していらっしゃるわけです。そこからですね、見ていくんですが、真剣勝負をしているということですが、何に対しての真剣勝負をしているかっていうと、ここですね、ペンタクルの2というカードが正位置です。このペンタクルというカードは、お金のようなね、マークが描かれているということで、金銭面、経済面、お仕事、キャリアに関するカードの中で、片足で立っていたりね、このお金をこう、お手玉のようにね、こう、器用に扱っていたり、コントロールしているということで、経済的な状況を、自分の思い通りにですね、コントロールするっていうカードになります。あと自己管理っていうカードでもあるんですが、だから自分自身で、なんかこう、経済面、お金の状態とか、経済力とかお仕事のこととかを、場合によっては学業のこととかも表したりもするんですが、それらをね、うまくちょ自分の思うペースでというかね、思い描いている通りに、こう動かせたり進められるような状態になるという安全とか安定ですね。それを手にするために勝負を挑んでいる。だから将来の不安がないくらいに、こう生活力とか経済力を得たりだとか、あとはお仕事のペースとかも、今ね、繁忙期とか、忙しい時期で、どちらかというと仕事を管理するというよりか、仕事に自分が左右されているというかね、
コントロールされてる、支配されてるみたいな状況を脱却して、自分がちゃんと仕事の量とかね、ペースとかっていうのを、まあ、あとは勉強の量とかペースとかをね、うん、こう管理コントロールできるような状態になるまで、なることを目指して勝負していらっしゃるわけですね。うん、じゃないといつまでたってもあなた様との関係にですね、重要な行動っていうのを起こせないから、うん、そこを今目指した、まあ、獲得するための勝負に挑んでいらっしゃるっていうことですね。で、ドアトゥースピリットっていうカードはですね、うん、まあ、精神の扉、心の扉っていうことなんですけれども、うん、まあ、お相手の方の計画としてはね、先ほどのその経済的な部分、まあ、金銭的な部分のこの安定というかね、コントロールできるような状況になった時に心の扉を開こうと。もちろんこの心の扉を開くのはあなた様に対してだと思いますから、まあ今が完全にね、あなた様に対して、まあ、シャットダウンをしている、まあそういう方もいるかもしれませんけれども、それはもう一生ね、もう開かない、もう開かずの間になってしまったのかっていうと、そうじゃなくて、ちゃんとね、こう経済的な安定というのを手にしたら、あなた様に対しての、まああなた様に対して心の扉をね、こう開いて、またこう深くつながろうというふうな、まあ何でしょうかね、ビジョンですね。まあ計画っていうのはまあ持っていらっしゃるようですから、うん、ずっとこの先もね、もう扉閉めて、ですね、もう心開かないみたいな状態にはなろうとは考えていなくて、ちゃんと勝負に挑んだ結果、それが成功とか勝利につながったらですね、心を開いていこうと。大事な人に心を開いていこう。まあもちろんあなた様にということですけれども、その計画があるということですね。うん。だからこそ、まあ、心を開くっていうことに、まあ、直結ではないかもしれないですけれども、うん、あなた様に対して下そうと思っていらっしゃる決断っていうのが何かっていうところに、このヒーリング、回復するとかですね、癒しっていうことを表すカードが出ました。うん、ですから、まあ、決断を通じてあなた様を何かこう癒すとか、まあ、回復させるっていうふうに考えていらっしゃるわけですね。うん、まあ、あるいはですね、まあ、癒しのエネルギーを受けた時っていうのはホッとする、ね、状況になりますから、あなた様をホッとさせるような決断をしようと思っていらっしゃるわけですね。うん、ですから、まあ、例えばあなた様との関係を結ぶとかですね、曖昧な関係をはっきりさせるとかですね、まあ、あとは何でしょうかね、まあ、あなた様がこう回復したりホッとするような決断ということですから、どうなのどうなのっていうね、この分からなかったことを、まあ、まあこれもはっきりさせるとかね、長年こうね、約束だけがこうね、飛び交っていたものをちゃんと約束を果たすとかですね、約束守るとか、うん、まあそういったね、ことをしていこうと思っていらっしゃる。うん、まあ、あなた様をホッとさせる決断ですね。今は、まあ、一例ですけれども、まあ、そういった決断を下そうと思っていらっしゃるということで、まあ、だから先ほどもお伝えしましたが、うん、なんかあなた様をね、こう、悲しませたりだとか、苦しませるような決断、うん、をしようとは思っていらっしゃるわけではないと。うん、で、まあ、続けてちょっと見ていくと、ワンドの5っていうカードがこれ逆位置で出ておりまして、うん、このカードっていうのがもともと正位置の時に、まあ人同士がなんかこう揉めている姿が描かれているっていうことで、対人関係のトラブルとか衝突っていうことを表すカードになります。うん、まあ人同士がぶつかっているっていうことですね。うん、で、これが逆位置になりますと、まあ問題がね、解決したのかっていうと、そうじゃなくて、もっと悪化している状態で、精神的に疲労困憊するような、対人関係のトラブルとかをですね、表すカードであったり、まあ、あとは不調和トラブル、まあ不調和っていうことを表すカードになるんですね。うん。混乱した状況とか。だから、まあ、あなた様との間でね、まあちょっとこう、まあ本当にこう心が疲れてしまうようなね、まあトラブルというか対立とか喧嘩とかをね、まあ起こしてしまって、今そこでこうね、止まっているっていう状況なのかもしれないですが、例えばそこからね、もう一回仲直りをするとか、自分から歩み寄って、もう一度こうね、和解するとか、それもあなた様をホッとさせる。このままね、別れてしまうのかなとか、関係終わってしまうのかなっていう不安から脱却させてね、ホッとさせるような決断だと思いますので、だからまあもしかすると、まあそういうね、トラブルが二人の間で起こった方は、うん、今お伝えしたようなそのトラブルを解決する。うん。まあ解決する決断というか、解決するための
動きを見せてあなた様をこうほっと癒していこうと回復させていこうというふうにも思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、まあ、あとはこれですね、見ていくとハングドマンっていうカードが出ていて、吊るされた男っていうカードです。まあ吊るされているというか、なんかこうね、まあ棺桶の中にも閉じ込められて、この棺桶ごと吊るされていてですね、これ身動きが取れない状況が描かれているので、まあ身動きが取れないとか自由に動けないっていうことを表すカードで、まあおそらくね、長年まあお相手の方がね、あなた様との関係において、まあ自由に動けない、あるいは制限がねすごくあって、なかなかこう思う通りに動けないというか、あなた様としてはこれぐらいのことをしてほしいなって思っていることが全然できないような状況でもあったんだと思うんですね。うん、まあいろんな事情で、まあそれによってもやっぱりあなた様の中に不安とか心配とかね、うん、まあうまくいくのかなっていう、なんか恐れみたいなところは多分あったんだと思うんですが、そこからようやくやっぱりこうね、動けるようになって、うん、まああなた様のために、まあもっともっと動けるようになる。まあ、この今囚われている状況から抜け出すという決断ですかね。それによってもあなた様を、まあ、この癒していきたい。ホッとさせていきたい。で、ここから抜け出すためには、やっぱりこの経済的なね、部分での、まあ、安定とかコントロールできるような状況っていうのが、やっぱ必要なんだと思うので、だからそこに対する勝負を挑んでいるっていうね。うん。まあ、そういうですね。決断を考えていらっしゃるようです。で、あなた様に対する思いは何かっていうと、まあ、決してね、あなた様のことを、なんかこう、もう好きじゃないとか嫌っているとか、なんかそういう感情ではないんだけれども、なんかあなた様に対するお願いっていうことを、今、まあ、お相手の方はね、まあ、望んでいるというか、まあ、抱いていらっしゃるようでして、それが何かっていうと、ここですね。Love from your parents っていうカードで、親からの愛っていうカードで、まあ、簡単に言うとね、今はちょっとこう、なんかこう、親心で自分を見守っていてほしいと。うん。寛大な親心で、自分のことを見守ってほしい。自分の活動とかね。うん。自分の行く末をちょっと見守っていてほしい。だからまあ親がですね、まあ自分の子供がこう頑張っている姿、例えば習い事のまあピアノとか何でもいいですけれどもね、それをこう一生懸命頑張って、なんかこうコンクールに向けてね、頑張ってこう取り組んでいる姿をこう見守るかのように、うん、あなた様にもそれを自分に対してしてほしい。ちょっとこう自分のね、今頑張ってるからそれをちょっと見守っていてねみたいなね、うん、これがあなた様に対するお願いですね。うん、だからまあ、見守っているね、親御さんの中には、こう、頑張りやっていう感じで、こうね、そっと見守る人もいれば、結構、あんたそれダメでしょとかね、こっちやりなさいみたいな、こう、結構、口を出しちゃうね、あの、親御さんもいると思うんですけども、どちらかというと、お相手の方が望んでるのは前者の方ですね。あんまり口を出さずに、見守ってくれる存在でいてほしいっていうのがある、というのと、それはまあ、もちろんね、この、ここを掴むまでっていうことですけれども、まあ、あとは、あなた様に対する思いとして、ここですね、カップの6っていうカードもこれ逆位置になっているんですが、このカードも逆位置になりますと何かを癒すっていうことで、先ほどのね、ヒーリングっていうことと、まあ、結構近い意味を持つカードなんですね。あとは事態を良い方向へと一転させる。だから仮に2人の間でトラブルが起こったとしても、そのトラブルを理由に、例えば終わらせたりだとか、もうこのままフェードアップしていくとか、そういうことではなくて、うん。ね、二人の間で起こったそのトラブルとかわだかまりとか、まだ消化不良の問題っていうのをちゃんと解決し、二人の事態を良い方向へと一転させたい、そういう思いがあるっていうことですから、うん、だからまああなた様のことをね、もうどうでもよくなったとか、まあ、好きじゃなくなったっていうね、まあそういう気持ちに変わったわけではないようです。うん、まあ、あとはここですね。見ていくと、エンペラー皇帝というカードが逆位置です。うん。この皇帝というカードは、ですね。うん。
まあ、独断的で自分を過信した行動が裏目に出るということで、まあ、何かね、ちょっとこう、自己過信であったり、いいですね、力ずくで何かね、進めようとすると失敗するっていうことを表していることから、まあ、本当はお相手の方もね、もう、あなた様との関係をね、修復したいという思いにはなっているんだけれども、でもやっぱりここを掴んでから修復っていうのをしていかないと失敗してしまう。また同じようなトラブルを起こしてしまうっていうことを懸念していらっしゃるから、修復したいという思いは今ちょっとこう我慢しつつ、まずはここですね、を目指していらっしゃるということですから、別に気持ちがね、離れてしまったっていうわけではないようです。うん。では、ここまではね、お相手の方についてを見ていきましたが、あなた様自身がですね、今後起こすべき行動であったり、決断っていうものはどういったものなのか、こちらもね、見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。あなた様自身が起こすべき行動や決断はというカードです。うん、はい、見ていくんですが、うん、まずここですね、見ていきましょう。 Embracing Enthusiasm というカードで、熱意を受け入れる、抱きしめるというカードです。まあ、このカードが伝えてくれている通り、まあ、今ね、あなた様っていうのは誰か他の方のその熱意ですね、それをこう受け入れてあげるっていうことが重要で、まあ、まさにね、今お相手の方、まあ、熱意を向けて経済的な部分、まあ、金銭的な部分でコントロールできるような状態、いわば安定とか安全を求めるために、まあ、熱意を傾けて真剣勝負に挑んでいらっしゃるわけですね。やっぱその熱意っていうものを受け止めてあげる。この受け止めてあげるっていうのは、やっぱりその熱意を理解してあげたりだとか、共感してあげたり、賛同してあげたり、場合によってはこう応援してあげたり、ね、支えてあげたりっていうことですね。協力してあげたりとかですね。うん。まあ、そういったことになってくると思いますから、やっぱりその行動、っていうものが非常に重要だということですね。逆にその熱意を受け入れないっていうことですね。そっちに熱意を傾けるんじゃなくて、今私に俺に熱意を傾けてよとかね、そのお相手、まあ、誰かのその熱意をね、ちょっとこう否定してしまったり批判してしまったりですね、そういったことのないようにですね、やっぱりこれは気をつけていかれた方がいいと思います。だから熱意を受け入れるということですね。この行動がまず一つ重要だということですね。ただその熱意を受け入れるだけじゃなくて、お相手の方も今ね、真剣勝負に挑みながら自分自身の状況を変えようとしていらっしゃるわけですね。それと同じように、あなた様も、まあ、同じものを変えるっていうわけではなかったとしても、あなた様もあなた様で何かね、こう自分にまつわることを変えていくっていうことが重要で、トランスフォーメーションっていうのが出ました。進化変容っていうカードになります。まあ、変容っていうのは姿を変えるみたいなことですね。サナギが蝶に姿を変えるのに等しいようなことです。ですから、まあ、あなた様自身もですね、自分を進化させていくっていうことをした方がいい。お相手の方だけが自分の状況を進化させていて、あなた様は何もしないみたいなことになると、まあ良くないっていうわけではないんだけれども、やっぱりお互いに何かこう自分のね、状況とか自分自身をこう変えていって、どこがこう、切磋琢磨し合えるとか、高みを目指し合えるみたいなね、なんかそういう関係になっていった方が、共感できる部分が多くなってきたり、理解し合えるところが増えてきたりだとか、逆にね、目指しているものは違っても、方向性としては上を目指しているみたいな状況になった方が、やっぱり打ち解けられていったり、仲が良くなっていくっていうところもあると思いますから、だからこそですね、あなた様も、何もね、こう自分をこう変えないんじゃなくて、まあ何かこう変えてみる、進化させてみるっていうことをした方が、お相手の方との関係に良い流れが生まれ出してくるっていうのが出ていて、
このカードですね、バーストオブマジックっていうカードは、ま、魔法がまあ炸裂するみたいなね、ことを表すカードで、まあ次々とね、魔法がかけられたかのように状況がね、こう変わってくると、うん、変化していくっていうことを表すカードです。で、ここにですね、ハスの花っていうのが描かれていると思うんですけども、このハスの花っていうのは忍耐とかを表す象徴なんですね。だから、あなた様がこう耐えて耐えて耐えてきたものが、ようやくこう報われるかのような魔法が起こるということですね。だからこれまでお相手の方との恋を実らせるためにあなた様がしてきた努力とか、それこそその努力の中には忍耐、耐えることっていうのもたくさんあったかと思います。うん。その耐えてきたことが報われる瞬間を迎えるためにも熱意を受け入れるっていうことであったり、あなた様自身も自分を進化させていくということ、この二つをこう継続していくことで魔法が炸裂していくっていうことですね。うん、まあこの48っていうところが出ていますから、まあ、これ48時間後だったらね、いいんですけれども、まあ、やっぱりこう進化させるっていうことが、まあ1日2日でね、自分を進化させるっていうことが、まあできる部分もね、もちろんあるのかもしれないけれども、まあ、進化させるにはやっぱそれだけのね、それなりの時間がかかると思いますから、どちらかというとね、まあ48日以内っていうことだと思うんですね。まあ、約1ヶ月半以内に、ここのね、2つを継続していけば、お相手の方との関係に、今までね、耐えてきたこと、努力してきたことが報われるような瞬間が訪れてくるっていうのも出ているので、参考にしていただければなと思います。はい。最後、選択肢のカードを見ていきましょう。バースっていうカードですね。生まれるっていうカードになります。まあ、なんかこうね、目がこう、ニョキッとね、こう、出している通り、何かね、今、あなた様も、新しいね、可能性の目を、こう、出していくようなね、まあ活動をしていくのが大事だっていうことですね。うん。今までね、こう育ててきたものを育てるっていうのももちろん大事なんだけども、新しい何かをね、こうニョキッと生えさせて、それを育てていくっていう活動も、あなた様にとってすごく大事なことになってくるよと。うん。もしかすると、この新しく生まれたものが、あなた様のね、掴みたかった理想を手にするためには、すごく重要な働きをしてくれるっていうこともあり得たりもしますから、何か新しいものを今生み出していくっていうことを意識されていくのが良いよっていうのが出ていましたので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上なんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回お伝えしていくのがですね、LINE では好意的なのに、まあ、リアルであった時には素っ気ない男性の心理はっていうことでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、これはですね、まあ、リアルでのコミュニケーションとかね、距離の縮め方とかですね、まあ、恋愛の進め方みたいなのが多分苦手なんだと思うんですね。だから、リアルではちょっとどうしたらいいのかが分からなくて、そっけないみたいなね。ね。恋愛のシミュレーションゲームはうまいけれども、実際の恋愛はちょっと苦手みたいなね。それに似たような感じで、だから LINE だとね、まあなんかこう一つこう画面というものを挟んでるからね、まあ好意的であったり、まあスムーズにコミュニケーションができるんだけれども、やっぱりね、画面を一個挟んでるのとリアルではやっぱ状況が違うわけで、そこでね、リアルだとちょっとどうしたらいいのかわからなかったり、リアルの恋愛においてね、何かこうコンプレックスであったりだとかね、まああとはちょっと苦手意識っていうのがあって、そっけなくなっているだけでね、まあ連絡でね、好意的になっているんだったらば、やっぱり気持ちっていうのはね、もうすでに恋愛感情みたいなところは生まれているとは思いますから、まあ、そっけないっていうのはちょっとこう、うぶなところとしてね、こう受け取ってあげるのがいいんじゃないかなとは思うので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらのビヨンドフィアというカードもしくは B を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に下そうとしている決断とはというテーマで、お相手の方はどんな決断を下そうと思っていらっしゃるのか見ていきます。はい、それに際しまして、まずはお相手の方のあなた様に対す、お相手の方の今の現状と、お相手の方があなた様に対して下そうと思っている決断がどういったものか、そしてお相手の方は今あなた様に対してどんな思いがあるのかっていうのも見ていき、今後あなた様としてですね、お相手の方にしていくべき、まあ、行動であったり決断がどういったものなのか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方の現状、お相手の方があなた様に対して下そうと思っている決断、そして今あなた様に対してどんな思いがあるのか、こちらからですね見ていきます。ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方ですねの現在の状況を表していて、お相手の方があなた様に対して下そうと思っている決断が何か、そしてこちらがですね、お相手の方が今あなた様に対してどんな思いがあるのかっていうのを表しています。では見ていきましょう。はい、ではですね、まず見ていくんですが、まあ、お相手の方の現状を見た時に感じたのが、今ですね、お相手の方というのは非常に重要な、まあ、任務というか役割を課されているっていうような状況なのかなと思います。で、まあ、それをもう全うするっていうことにも必死になっているということですね。逆に言うと、それが全うされれば、まあ、大きな責任であったりプレッシャーからですね解放されて、まあ、ホッとすることができ、まあ、心の余裕っていうのが生まれてくると思うんですね。うん。で、そうなることで二人の関係もね、動き出すのかなというふうには思うんですが、うん。あなた様に対して下そうと思っている決断というところに、エンスーズヤズム、まあ、これ、熱意っていうカードが出ているので、何かこう、あなた様にね、熱意を届ける決断をしようと思っていらっしゃる。まあ、わかりやすいところで言うと、例えば、まあ、うん、まあ、告白とかね、まあ、プロポーズとか、まあ、あるいは気持ちを伝えるみたいなね、まあ、気持ちを伝える行動ということかもしれないですけれども、うん、何かそういうことをね、していく決断を、まあ、下そうとは思っていらっしゃるようです。まあ、下すというか、しようと思っている。うん。で、あなた様に対する思いっていうのが何かっていうと、今の状況であなた様に対してね、何か動いたとしても、それはなんかこう、見せかけのものにしかならない。うん、見かけ倒しみたいなことになりかねないから今動いていないだけで、まあ、本当はね、あなた様とがっつり向き合っていきたいみたいなね、うん、
そういった思いを表すカードが出ているので、ちょっとね、このあたり見ていきましょう。まずは上のカードからです。お相手の方の現在の状況というところを見ていく中で、今ですね、非常に重要な任務というか、役割をね、課されているんじゃないかっていうふうにお伝えしたかと思うんですが、それがこちらのカードになります。カップのキングっていうカードが正位置です。このカードっていうのがですね、正位置の時には、責任感が強いっていうことを表すカードでもあるんですが、それ以外に豊かさの実現とかですね、潤いのある環境ということで、これは自分自身だけが、すごくなんかこう豊かさを享受したり、あとは自分だけがこう潤うような環境を作り出すんじゃなくて、自分の周りの人たちが豊かさを感じられるような、状況を作り出すっていうことに責任感をすごい感じているっていうことです。だから、わかりやすい例で言うと、例えば社長がいてね、社長だけがこうね、ホクホクで、なんかこう、経済状況が潤っていて、なんか社員たちをもう奴隷のように扱うとかじゃなくて、社員たちも、こう、なんでしょうかね、生きがいとかやりがいとか幸せとか、それこそ、豊かさを感じられるぐらいのお給料をね、渡すとか、なんかそういうね、自分だけじゃなくて、周りの人たちも、なんかこう、豊かになれるような状況にするっていうのが、今、お相手の方に任務というか役割として与えられていて、それをこう果たさなきゃっていうね、責任感をすごく感じていらっしゃるわけなんですね。社長っていうような肩書きじゃなかったとしても、例えば何だろうかな、何々部長とか、ね、店長とかなんかマネージャーとかね、部長、係長とかね、いろいろあると思うし、あとキャプテンとかもそうだと思うんですね、リーダーとか、ですね、室長とかね、それこそ社長っていうのもあるだろうし、経営者っていうところもあるとは思うんですが、何かね、こう自分だけじゃなくて自分の周りの人も潤わせなければいけないっていうね、そういった役割を課されていて、それをこう全うするっていうことにすごく必死なわけですね。で、すごくその責任とかね、プレッシャーにちょっとこう押しつぶされそうなところがあって、るようで、それによってね、ちょっとこう精神的な余裕、心の余裕っていうのがだいぶ奪われてしまっているんだと思うんですが、ソードのナインっていうカード、これ逆位置です。このカードが正位置の時には、なんかこうね、もう顔を覆って、なんかこう悲しんでいる姿がありますけれども、これは深刻な悩みっていうことであったり、将来への不安とかね、先々への恐れ、憂鬱ということで、今ね、自分の周りの人たちをこう豊かにしていかなくちゃいけないとかね、潤わせていかなければいけないという、不安とか、あとプレッシャーにね、ちょっとこう押しつぶされそうになって、もうちょっとこう憂鬱になってしまっていたりだとか、うまくできるのかなっていうのがすごく深刻な悩みとしてね、抱えていらっしゃる中で、今回出ていたのはこれ逆位置ですから、その悩みを解決する、不安を解消するっていう意味のカードになります。だから、無事にその役割を終えて、早くね、今のこの緊張感とか、プレッシャーから解放されたいっていうね、そう願っていらっしゃるわけですね。もちろん無事に成功を収めてということなんですが。だから早く今のね、こう悩みとか不安というものを解消したい。で、このカードもそうで、大天使ミカエルっていうカードなんですが、このカードも安心安全ということで、自分にね、課された役割とか責任っていうものを、果たしてですね、今あるこう、ね、自分の肩にどしっとね、のしかかっているものを、こう、下ろして、こう、早くホッとできるようなね。ああ、よかった。無事にやり終えることができたなっていうね。そういう安心感、安全をね、早く感じれるようになりたいと。あるいはお相手の方、非常に責任感が強い方ですから、自分の責任を果たすことで、自分に対して、よし、よく頑張ったなっていうことでね、これで自分の役割を果たせたというその安心感ですね。やっぱその手応えというか、確証をやっぱ得たいっていうところがあるんだと思うので、自分だけのことを考えて動けるような状況では今ないっていうことから、なかなかね、ちょっとこう苦しい部分もあるのかなとは思います。自分のことだけをね、考えて生きていれば、もっと多分楽なんだと思うんだけれども、もうそういう立場ではない方だと思いますから、お相手の方ね。
だからこそね、自分以外のことも考えて行動する辛さ、大変さとも戦っている、そんな状況なのかなと思います。で、次にあなた様に対して下そうと思っている決断というところではですね、ちょっと見ていくんですが、まずここですね、決断のところからお伝えしていくと、エンスージアズムっていうカードです。熱意っていうカードが出ました。まあですから、これが決断のところで出ているっていうことは、あなた様に対してその熱い思いっていうのは持っていらっしゃるわけですね。例えば情熱とか、愛する気持ちとか熱意とか、好意とか、まあそういうものですね。熱い気持ち。ロマンチックな感情ということですね。その熱意をあなた様に届けるっていうことですね。見せるっていうような決断ですね。だからまだ自分の秘めている熱意のもしかしたら一部も見せていないのかもしれません。あなた様に対してね。それをちゃんとね、ドバッとこう見せていくっていう決断をするっていうことは、なんかやっぱりこう気持ちを伝える行動を起こそうと思っていらっしゃるんだと思います。まあその例として、まあ告白とかプロポーズっていうのが分かりやすいんですが、それ以外になんかこう気持ちを伝える行為であったり行動っていうのを起こしていこうと。もちろんそれは役割を果たしてからだと思います。責任を果たしてからですね。じゃないと、責任を果たそうとしている最中に熱意を伝えたとて、なんかやっぱ自分自身の本当に伝えたい思いというのもどこかでこうやっぱセーブしちゃう、まだこの任務が残ってるからなっていうことで、ちょっとこう本当に伝えたい思いをどこかでまだ 100% 出すんじゃなくて、それこそ 50% とか 30% とかになんか留めちゃうみたいな、セーブしちゃうところがあるから、これを果たした後にちゃんとね熱意を伝えていこうというふうに思っていらっしゃるようで、ペンタクルのエースっていうカードはこれ逆位置なんですが、このカードがですね、逆位置になった時の意味というのもですね、手詰まりということであったり、期待外れの結果とか才能を発揮できないっていう意味のカードになりますから、やっぱり任務を遂行している最中では、才能を発揮できないというのは、やっぱり自分の本当に伝えたい思いがやっぱうまく伝えられないっていうことになってしまったり、まだ重要なね、役割とか任務っていうのを果たしている最中に、あなた様に対して熱意を伝えて、あなた様との例えば恋愛も始めちゃうと、どっちもですね、自分の役割もそうだし、あなた様との恋愛っていうのもどっちもね、期待していた通りの結果にはならないんじゃないかっていうね、逆に両方を腐らせてしまうんじゃないかっていうふうに思っているから、しっかりと任務を果たしてから自分のね抱いている熱意を届ける、伝えるっていうことをしようと、そう決断していらっしゃるわけですね。どっちもね、こう中途半端な形で腐らせないために、でペンタクルのページっていうカードですね、これが逆位置になっています。でこのカードも逆位置になりますとですね、忍耐力に欠けるということであったり、計画倒れっていうことを表すカードで、ちょっとこうね、おごりですね、いけるだろうっていうね、これでも大丈夫やろうみたいな、ね、なんかそういうおごり、自分だったら大丈夫みたいな、そういうおごりであったり、散漫さですね、重要なね任務があるのにもっとこうね意識を向けなければいけない、あなた様との恋愛っていうのもこうね同時進行で始めちゃうと、やっぱ集中力が散漫してしまうわけですね。そういったおごりであったり散漫さによって手痛い失敗を被るっていうカードになったり、大きなチャンスを逃すっていうカードになりますから、やっぱり同時進行で進めていくってなると、2つのね物事に対してのそれぞれのこの大きなチャンス、重要なチャンスをこれ逃してしまうことにもなって、先ほどもお伝えした通り、どっちもやっぱ腐らせてしまう、枯れさせてしまうっていうところがあるから、やっぱそうはなりたくないっていうことですね。ということで、しっかりとこの役割を果たして安心感を感じれた後に熱意を伝えていこうという決断ですね。そういうふうな計画でね考えていらっしゃるんだと思います。中途半端なことはしたくないということですね。どっちもに対して、あなた様との関係にも対してだし、自分の今果たさなくちゃいけない重要な役割とか任務に対しても、そう、どっちもにも中途半端な姿勢で取り組みたくないということですね。で、あなた様に対する思いっていうのが何かっていうと、まずここですね、 Listen to your true feelings っていうことで、本当の気持ちに耳を傾けるっていうことで、今ね、どこがこうまだ 100% ね、
あなた様に対して向き合い切れていないと思うんですね、お相手の方っていうのは。でもそれは気持ちがないから向き合っていないんじゃなくて、もっと向き合わなくちゃいけない重要な任務があるからっていうことなんですね。だからそれをちゃんとやり終えたらですね、あなた様と今度はねがっつり向き合っていく、真摯に向き合っていく、あなた様の本当の気持ちにも耳を傾けてね、気持ちと気持ちの交流、心と心のつながりっていうのを深めていきたい、まあ、そういうふうに思っていらっしゃるわけです。だから別にね、興味がないからとか鬱陶しいとか、なんかそういうふうに思っているわけではなくて、本当はがっつりね向き合っていきたいっていうふうに思っているんだけれども、さっきもお伝えした通り、今同時進行というのがどっちもね枯れさせてしまうっていうことがあるので、ここですね見ていくと、ムーン月っていうカードがこれ逆位置です。月というのはもともと正位置の時から悩み、不安、心配、恐れっていうことを表す象徴になっているんですが、これが正位置の時には大きな月が現れたということで、なんかこうね不安なことが起こりそうだなっていう予感がするような状況なんですが、逆位置になると最も恐れていたこととか不安に思っていたことが現実化するっていう意味のカードで、不安の現実化っていう意味のカードになるんですね。だからやっぱりまだ自分がね重要な任務を遂行している最中に、あなた様に対して熱意を伝えて恋も始めてしまうっていうことになると、一番自分が恐れているような事態になってしまうことがあり得るから、だからそれやっぱ回避したいし、あとはここですね、ペンタクルの6っていうカードがこれ逆位置で、このカードっていうのもなんかこう正位置の時にはなんか困っている人にねこの救いの手を差し伸べている姿から、支援とか援助っていうことも表すカードになります。まあ、助けるっていうことですね。ですがこれ逆位置になると、最初は助けていたのに途中から助けなくなるみたいなね、なんかそういう見せかけの善意とかね、見かけ倒しみたいなことを表すカードで、だから今の状況でね、熱意を伝えたとしても、熱意を伝えた時がピークになっちゃって、それ以降何も熱意が伝わるような行動が起こせないみたいなね、なんかそういう見かけ倒しな、ことにもなってしまう見せかけの熱意みたいなね、あの時だけ気持ちを伝えて結局その後ね何も気持ちを伝えてこなかったみたいなね、じゃああれはやっぱりこう本当の思いじゃなかったんだみたいな風にあなた様に思われる事態にもなりかねないから、今のねこの重要な任務の遂行中にそれをしてしまうのが、恋愛的なアクションを起こしてしまうのが、だからそうはならないために、ちゃんとやり終えてから熱意を伝えていこうという思いを持っていらっしゃるので、だからあなた様に対する真剣な思いも抱いてはいらっしゃるんですね。ではですね、次に、あなた様自身がお相手の方に対してですね、起こしていくべき、行動であったり決断ですね、それがどういったものなのかっていうのを見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。あなた様自身がお相手の方に対して起こしていくべき決断や行動はっていうカードです。まずここをですね見ていくと、これですねワンダラスユニバースっていうのが出ていて、脅威の宇宙っていうカードなんですが、これウォークインビューティーっていうカードが出ていて、美しい世界を歩くっていうカードなんですが、美しい世界を歩くっていうのはどういうことかっていうと、あなた様が充実した日々を過ごしているっていうことです。あなた様がこう美しさを感じるね、世界を歩くっていうことですから、なんてこの世界美しいんだろうっていうふうに
まあ、思えるような状況の中で過ごすかっていうことは、やっぱりそれだけ充実していたり、今の現状に納得したり、なんかこうね、満足感を得られるような状況になっておくっていうことが重要なわけですね。そういった美しさを感じれる世界の中を歩いていることで、宇宙からの驚異的なね、このパワーをあなた様が受け取って願いが叶うようになっていたり、目の前の現実が理想に近づいていったりっていう現象が起こってくるということですから、あなた様は美しさの中を歩いていくっていうことは、充実した日々を送っていく必要があると。で、これが何が重要かっていうと、あなた様が日々の いわば毎日をね、もちろんこうそう感じれない日々があってもいいんだけれども、できるだけね、その毎日をこう充実してね、こう過ごしていくことによって何が起こるかっていうと、お相手の方ももっとあなた様のためにこの重要な任務を絶対成功させるぞっていうような気持ちになっていくわけですね。でもあなた様が日々のね、生活をこうね、充実して過ごすことができなくて、それこそお相手の方と会えないとかね、なんかこう展開が起こらないっていうことで不満ばっかりをね、こう述べていたり、なんかこう不安をね、お相手の方に押し付けてしまうと、いやいや、こっちだって今頑張ってるのにっていうことで、あなた様に対する良くない感情が生まれちゃうわけなんですね。じゃあもう頑張るのやめようと、自分のためだけに頑張ろうと、もう熱意っていうのをこれどんどん冷めていくわけですね。で、その熱意をやっぱ冷めさせないためにも、あなた様自身がやっぱりこう充実したね、日々の中で過ごしていながら、お相手の方のその任務がね、こう果たされるまで待っていくっていうこと、これが今非常に重要なことなんですね。だから別に諦めるっていう決断をするべき時では全然なくて、まだまだお相手の方との関係を続けていくべきではあるんだけれども、その続け方ですね、日々の充実を感じながら過ごしているっていうね、それをしながらこう続けていくと、まあ、後ほど見ていくんですが、まあ、お相手の方と出会いが近づくっていう結果が出ているので、まずこれが大事っていうのと、トゥルースっていうカードですね。真実っていうカードは、今ね、こう見せられている真実を受け取っていくっていうカードです。今、お相手の方がね、あなた様に対して見せてくれているものが真実なのかな、それともね、偽りなのかなっていうふうに、どこかこうね、探ってしまったり疑ってしまっているところがあると思うんですが、今自分に見せられているものはちゃんと真実だということで、お相手の方の思いをちゃんと受け取っていくっていうこともこれ大事なわけです。それをもう本当の気持ちじゃないんじゃないかなとかね、嘘なんじゃないかなとかね、偽りの愛なんじゃないかなっていうね、そういうふうに受け取ってしまうと、これもやっぱりお相手の方のあなた様に対する熱意をどん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 下げていっちゃうことになるから、今見せられているものをちゃんと真実として受け止めていくということ、これが非常に大事、これがというかこれもですね、非常に大事っていうのが出ています。そこをですね、あなた様自身も意識しながら日々を過ごしていけば、お相手の方と出会うチャンスが訪れるっていうのが出ていて、クローズエンカウンターズっていうカードで、エンカウントっていうのはこう遭遇するとか出会うっていうことですね。で、クローズっていうのは、オープンクローズのクローズだったら閉まるっていうことですが、クローズっていうのはこう近づくっていう意味のカードではあります。意味がありますから、出会いが近づくっていうカードになります。だからお相手の方ともう二度と出会えないんじゃなくて、出会えるんです。出会えるチャンスっていうのはまだ訪れるんです。けれども、先ほどもお伝えした通り、ね、その出会うためには、やっぱりお相手の方の今あるあの妻に対しての熱意っていうのを下げさせないっていうことも重要なわけで、じゃあ何がね、その熱意を下げさせる行為かっていうと、不満を感じてですね、その不満を、お相手の方に押し付けてしまったり、述べてしまったりね、真実のものを疑ってしまうとかね。それをしちゃうと、この出会いのチャンスっていうのは訪れなくなるし、逆にそこをね、信じて続けていけば、この10っていう数字が出ていますから、何かこう10にまつわるタイミングですね。例えば、10日後っていう可能性もあるし、何月10日とか、10にまつわる倍数ですから、何月10日、20日、30日っていうところもね、出会いのチャンスにはなってくるのかなと思いますので、参考にね、していただけますと幸いです。最後、選択肢のカードにも移っていきます。B を選びいただいた方はこちらで、ビヨンドフィアっていうカードで、恐れを超えていくっていうカードです。これはね、なんかこう、スカイダイビングにね、何でしょうかね、こう、飛び込んだというか、なんかこうね、今までこう、上空で、飛べないよっていうところがね、ようやくこう、その恐怖心を乗り越えてね、飛び込んだ人がいる通り、何かね、今、あなた様も恐怖心に打ち勝っていかなくちゃいけない状況に今、いるんだと思います。逆に言うと、
恐怖心があなた様の成長であったり変化を止めているっていうことでもあるんだと思います。うん、ですから、まあ、怖いことではあるのかもしれないですが、その恐怖心を超えていく、うん、恐怖心に打ち勝っていくっていうことがあなた様のね、望む場所へのこの着地ですね、うん、につながっていくっていうことを伝えてくれているので、まあ、これも参考にしていただければなと思います。はいはい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後ねこちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問を、お答えしていくんですが、今回いただいたご質問は LINE では好意的なのにリアル、まあ、実際に会った時は素っ気ない男性の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。んー、まあ、これはね、まあ、やっぱりそのリアルでの会話とかね、恋愛の進め方とか距離の縮め方っていうのが苦手だったり、まあ、場合によってはこうね、うまく恋愛ができないっていうね、そのコンプレックスが、まあ、そうさせているだけで、まあ、LINE で好意的なんだったらば、その好意的な気持ち、まあ、実際に好きという気持ちとか恋愛感情はもう芽生えてはいると思うので、だからこの素っ気なさをね、なんかこう、まあ、素っ気ない態度をされたらすごくね、辛い部分はあるんだけども、どこがこう、うぶさですね、うぶな感じだなっていう風にこう捉えてあげるっていう方がいいと思います。うん、恋愛シミュレーションゲームはうまいけれども、実際の恋愛は苦手っていうのと同じで、うん、経験値がそこにないからとかね、あとは成功事例が少ないからリアルで、ちょっとそっけなくなってしまっているだけなので、この人はまあちょっとまだ経験不足でちょっとうぶなんだなっていう風にちょっと思ってあげる方がいいのかなと思うので、参考にねしていただけますと幸いです。はい、ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのアセンドというカード、もしくはですね C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人がですね、あなた様に、下そうとしている決断とはというテーマで、どんな決断を下そうと思っていらっしゃるか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方の現状と、お相手の方があなた様に対して下そうと思っている決断がどういったものなのか、そして今あなた様に対してどんな思いがあるのかっていうのも見ていき、今後あなた様自身がですねお相手の方に対して下していくべき決断とか、まあ、起こしていくべき行動はどういったものなのか、こちらも見ていきます。はい、ではですね早速ですが、お相手の方の現状や、下そうと思っていらっしゃる決断、そしてあなた様に対してどんな思いがあるのか、こちらからね見ていきたいと思います。
はい、では見ていきましょう。上のカードからですが、お相手の方の現在の状況を表していて、お相手の方ですね、あなた様に対して下そうと思っている決断が何か、そして、あなた様に対してどんな思いが今あるのかということを表すカードになります。では見ていきましょう。はい、では見ていくんですが、まずですね、お相手の方の現状というところを見たときに、お金を増やして今いる環境を抜け出していきたい、抜け出そうと、企んでいるというか、計画していらっしゃるのかなと。その理由は今の環境にちょっと敵が多いから、敵が多いとか敵が多くなってきているからっていうのが出ているんですね。だからその環境を抜け出すための、お金をこう増やそうとしていらっしゃるっていうのがまず現状で出ているのと、そうですね。あなた様に対して下そうとしている決断っていうのは、パワーっていうのが出ていますからね。なんかこう力、力を誇示するっていうこともそうだし、そうですね。なんかこう進む力を手にしようと思っているのかなっていうことなのは、後ほどまたお伝えしていきます。あなた様に対してね、なんか見せたい姿があるんですね。例えばかっこいい自分とか、仕事ができている自分とか、人生を謳歌している自分とか、イケイケな自分とか、リア充な自分とか、なんかそういうね、輝いている自分とか、なんかそういうのは見せたいようで、それを見せる決断っていうわけではないんだけど、なんかそれにちょっと近いものが出ている。で、あなた様に対する思いというのが、なんかこう、あなた様をね、笑わせたいっていうのが出てるんですね。ラフターっていうことで、これは何でしょうかね。その、お笑い的な意味でね、この笑わせるというよりかは、どちらかというと、こう、充実した時の笑顔ですね。なんか面白いものを見た時の、見たり聞いたりした時の、はははっていう笑顔ではなくて、なんかこう、充実した時に出る満面の笑みみたいなね。そういったものを、こう、引き出していきたいというか、そういう笑顔になる。なれる機会を増やしていきたいっていう思いがあるようなので、だからこそ、力の誇示っていうとちょっと変ですけれども、ちょっとそれがあるようです。では見ていきましょう。まず上のカードからで、お相手の方の現在の状況ということなんですが、まずここを見ていくと、ドアトゥーバリューっていうのが出ていまして、価値への扉っていうカードです。扉が開かれた先からお金が降り注いでいたり、その扉の先には金色に輝く、お城であったり、花がね、咲き誇ったこう庭園みたいなのが描かれているんですが、豊かなね、世界への入り口の扉が開かれています。そのことから、これはお金の絵がね、描かれているということで、金銭的、あるいは経済的に、何かこう成功するとか、努力した結果が報われて、報酬、成果を受け取るっていうことで、今ね、何かお相手の方としては、自分の、生活がより豊かになったり、お金が増えるための努力をしていらっしゃるわけですね。成功に向けて努力をし続けていると。そういうカードが出ています。じゃあ、そのお金を増やしたい、ね、豊かな生活を手にしたい理由っていうのが何かっていうと、もちろん今の人生をね、より、なんでしょうかね、こう、自信あふれるものにしていきたいというのもあるんだけれども、一番の狙いはここですね。こちらのカードが出ていて、フール、愚者っていうカードが出ました。愚者というカードは、しがらみからの解放ということであったり、自由になりたいという願望を表すカードになります。ですから、今いる場所、今いる環境、今いるコミュニティということかもしれないですが、そこから抜け出して自由になりたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。でも自由になるためには、そのね、今いる場所から抜け出した後の、例えば生活を成り立たせていったりだとか、ね、その抜け出した後の、新しい生活を、維持していくために、自分自身が生きていくためにやっぱお金っていうのが必要だから、そのための今お金を必死に稼ごうとしていらっしゃるわけですね。増やそうとしていらっしゃるわけです。
あるいは安定した収入とかね、はん、あの豊かな暮らしを手にしようと思っていらっしゃる。それがそれさえあれば今のね過酷な環境から抜け出せるから自由になれるからっていうことで、そこを見込んで今お金を必死に増やそうとしていらっしゃる。じゃあなぜそこまでしてね今の環境から抜け出したいのか、自由になりたいのかっていうと、今いるその環境とか、まあ、場所にすごく敵が多いようなんですね。ソードのエースっていうカードがこれ逆位置で、このカードがですね逆位置になると反感を買うとか反論されるとか厳しい批判を受けるっていうカードになっていて、なんかそのお相手の方を批判する人とか反感をね、ちょっと反感をお相手の方が買っているっていうことなのかなって思うんですけども、反論されていたり、なんかねすごくアウェーなんですね。お相手の方からして全然ホームグラウンドじゃない、もうアウェー敵地みたいな、なんかそれぐらいにちょっとこうお相手の方としてはすごく過酷な環境にいるから、もうストレスとかねもう疲労が半端ないわけですね。もうこんなところに居続けたらちょっと自分の身が持たないと、身も心も持たないということがあるので、とはいえねすぐに抜け出すわけにもいかないから、抜け出すためのまあお金とか資金とか、まあ将来設計みたいなね、まああとはもしくは抜け出した後の例えば転職先とかね、再就職先とか、なんかこう事業プランとかですね、なんかそういうものをちゃんとこう立ててから、まあ確立してからですね抜け出そうと今試みていらっしゃる、密かに企んでいらっしゃるということですね。まあ敵が多い、もしくはまあ強烈にね、一人の人かもしれないけども強烈になんかこうね批判してくる人がいて、もうその人と一緒にいるのも耐えられなくなってきているから、ちょっとこう自由になるためにお金を増やしている、まあそういう状況なのかなと思います。で、お相手の方、あなた様に対して下そうと思っている決断っていうのが、まあ決断っていうよりかは、まあちょっと見ていくんですが、多分ね、決断ができるほど今自信がないっていうのが正直言うと2枚声出ているんですね。後ほどまたお伝えしていくんですが、まず一つ目、このカードですけども、パワーっていうカードが出ています。まあ力っていうカードですね。で、何かこうね、あなた様に力を見せつけたいというよりかは、なんかこう見せたい姿があるっていうふうにね、冒頭でお伝えしたかと思います。ね、かっこいい自分とか、ね、うまくいっている自分とか、スマートな自分とか、なんか尊敬される自分とか、まああなた様から尊敬される自分とかね、なんかそういう見せたい姿があるわけですね。引きつけたいわけです。あなた様の気持ちをね、もう十分あなた様はお相手の方に例えば惚れ込んでいたり好きという気持ちになっていたとしても、なんかねお相手の方は今の自分に自信がないから、今の自分をなんか好きになられてもなっていうところが正直あるわけですね。だって自信がないから、自信がある時の自分をこう好いてほしいというか好きになってほしいっていうところもあるわけですね、お相手の方。そうなった時に何かこうあなた様に対して自分が何々をしてあげたっていうことを実現したいわけです。例えば自分があなた様を喜ばせてあげたとか、自分があなた様の願いを叶えてあげたとか、なんかそういったことをしたいわけですね。だから決断といえば、まあそれになってくるわけですけれども、例えばあなた様の願いを叶えるとか、ね、あなた様、そうですね、なんか願いとか望みを叶えるとか、ね、自分があなた様の何々をしてあげるとか、それをするっていうのが決断としてやりたいこと、まあ決断というか下したい決断ですね。それをするっていうのが、なんだけれども、今相当ねちょっと自信がないっていうのが、まあこのカードから見ていきましょうか。ワンドのエースっていうカード、これが逆位置になっていて、まあこのカードが逆位置になると自信がぐらつくっていうことであったり、何かこう希望がですね実現しないんじゃないかという不安を抱いていたりですね、まあうまくいかない恋愛とか、やることが無駄になる恐れということで、花からあなた様との恋愛がうまくいかないっていうふうに思っているんじゃなくて、今の自信のない自分のままではあなた様との恋愛をうまく進められないだろうなって考えてしまうぐらい今自信がないわけです、自分に。だからその自信がない自分をあなた様から好きになってもらったとしても困るなってことは全然ないんだけれども、いやこの自分を好きになってもらうぐらいだったら、もっとなんかこうね、自分があなた様の何かをしてあげた、してあげられる時の自分になってから好きになってほしいみたいなね、
だから相当自信がないようです。あなた様からね見ると、今お相手の方はすごくね、例えば本当にこうかっこよく見えていたり、可愛く見えていたり、輝いて見えていたとしても、当の本人は全然そう感じていないわけですね。かっこいいなんてそんなそんなみたいな、可愛いなんてそんなそんなみたいな、もう謙遜を超えた、なんでしょうかね、もう、自信のなさになっていると思います。でもう一つもそうで、マジシャン、魔術師っていうカードが逆位置なんですが、魔術師っていうのは魔法を使う人です。魔法を使えば望みを叶えられたり、現実を変えることができるっていうことで、まあ、そういった力がね自分にあるっていうことを自覚して、非常にこう積極的とかですね、自信にあふれるとか意欲的っていうことを表すカードになります。ですが逆位置になると、魔法の力を使えない魔術師みたいな形で、自分にはね何も変えられないっていうふうに思っていると、まあ、思い込んでいるわけですね。これもやっぱ自信のなさからそういうふうに思い込んでいて、消極的とか優柔不断っていうことを表すカードになります。だから今のちょっと自信がなかったりね、優柔不断な自分から脱却し、あなた様に影響とか影響を与えたり、望みを叶えられる自分になって、あなた様を幸せにするっていうことを、幸せにするんだっていう、決断を下すというか、そうですね、あなた様の望みを叶えてあげるっていうね、決断を下したい。結果それであなた様を幸せにしたい、幸せを感じさせてあげたいっていうふうな思いがある。だからあなた様に対する思いっていうところに、このラフターっていうのが出ているんですが、まあこれ笑う人ですね。You need a good laugh ということで、あなたには良い笑顔が必要ですということで、お相手の方はあなた様にこう常に笑っていてほしいわけですね。それはもちろん面白い話とかね、そういったことをね聞かせて笑わせるっていうのも含まれてはいるかもしれないけれども、どちらかというと自分と一緒にいるとき、あるいは自分と関わっているときに、こうね満面の笑みでいてほしい。でもその満面の笑みにさせる力が今自分にはないというふうに思っていらっしゃるわけです。だから早くそれを手に入れて、あなた様を笑顔にしたい、そういう思いがあるわけですね。だからお相手の方としては、あなた様から何々をされる、何かをされるよりも、自分が何かをしてあなた様が喜んでくれる方が何倍も嬉しかったり、何倍もやっぱり幸せを感じるんだと思うんですね。だから早く自分がね、あなた様を笑顔にさせられるような人間になりたい、そういうふうに思っていらっしゃるようです。だからあなた様が思っている以上に、お相手の方は今自分自身のことをかなり低く見積もっていらっしゃると思います。で、あとはここのカードもそうで、カップの4っていうカード、これ逆位置で、これが正位置の時はなんかこうね座り込んで悩んでる人がいる通り、これは閉塞的な状況ということで、まあ、ちょっとこうどうすることもできない状況に悩んでいたり、現状突破する方法を考えているんだけども見出せないでいて、悩んでいる、座り込んでいるっていうカードになります。が逆位置になると、現状を突破するとかですね、スランプから抜け出すとか、明るい未来へと動き出すっていうことで、まあ二人の関係を明るい方向に進めて、あなた様を笑顔にして、今のスランプ期っていうのを、まあ恋のスランプ期ですかね、を抜け出して、あなた様を笑顔にしていきたい、そういうふうな思いがあるわけですね。と、まああとはこれですね。まあこれはあのしたいことではないと思うんですが、ハーミット、これは忍者というカードの逆位置です。忍者っていうカードが逆位置になると、何かがうまくいかない気がして背を向けるっていうカードになります。まあ先ほどもね、まあ今の自分ではあなた様との恋愛がうまくいかないみたいな思い込みがあるっていうふうに多分お伝えしたと思うんですけれども、やっぱりそれがあって今背中を向けているんですね。あなた様のことが嫌いだから、こうね背中をプイって向けているんじゃなくて、今の自分ではうまくいかないからっていうことで背中を向けているだけだから、別にあなた様のことが嫌いっていうわけではないんですね。本当はこう向きたいわけですよ。向きたいけれども自信がないから、こう背中を向けちゃうみたいなね、そういうふうな態度を取っているだけで、本心はあなた様を本当はもっともっと笑顔にしたいと、そういう気持ちがあるようです。はい、ではですね、次に、まあ、ここまではねお相手の方に関する内容を見てきましたが、今後ですね、あなた様自身がお相手の方に対して起こすべき行動であったり、下すべき決断ですね、それがどういったものなのかっていうのを見ていきます。
はい、ではですね、見ていくんですが、お相手の方に対してあなた様がですね、起こしていくべき行動や決断がどういったものなのかっていうのを見ていきましょう。なんかどっちもね、高いところから物事を見ていきなさいっていうのが出ているので、まあまず、そうですね、まあ物事を俯瞰して捉えるっていうことですね。はい、ではちょっと見ていくんですが、まずね、それよりもここが大事かなと思うんですが、ホームっていうのが出ました。これお家ですね、家っていうカードなんですけども、家っていうのは、まあ、本来このカードとしては、まあ、落ち着く空間とかですね、心安らぐ場所ということで描かれている通り、あなた様自身のですね、まあ、決断というか行動としては、お相手の方にとってのこの心の安らぐ場所とか落ち着く空間、落ち着く存在であってあげた方がいい。本当にまあお相手の方の何でしょうかね、心のお家になってあげる必要があるということですね。というのは、先ほどもお伝えした通り、今ね、お相手の方、今いらっしゃる環境においてはもう敵が多かったり、強烈ななんかこう批判を受けていてですね、なんかこう心のまあ拠り所であったり、もうホームグラウンドがないわけですね。だからそのお相手の方のホームグラウンド、まあ本拠地になってあげるというか、まあやっぱり心安らぐ場所になってあげるっていうことはやっぱりすごく大事。今はそこに勤めていった方が、まあ、何でしょうかね。そこを頑張っていった方が、お相手の方との愛も深まるだろうし、距離も縮まるだろうし、親密な関係にもなると思うんですね。でも、あなた様自身も、お相手の方に、例えば厳しい批判をね、与えたり、反論したり、まあ、言えばホームグラウンドではなく、あなた様もアウェイになってしまうと、これはやっぱり良くない。ね、育まれていくはずの関係も育まれなくなってしまうっていうことがあるので、まあ、お相手の方にとってはもう多分あなた様がね、もう最終砦みたいなね、もうあなた様自身も、もうホームグラウンドじゃなかったら、もう誰も味方がいなくなるような状況になると思うので、だからね、あなた様としてはお相手の方のその心のお家になってあげるっていうことがすごく大事だっていうのが出ていて、ただ、その、あなた様は常にこう広い視野を持ってね、接していくのが大事だっていうのが出ていて、ハイヤービューっていうのが出ているんですが、より高いところからの眺めっていうカードが出ました。地表から物事を見るんじゃなくて、まあ、鳥の背中に乗ってね、上空から物事を見ることで、ね、今まで見えてなかった世界も見えることができたり、ね、地表で見ていた時にはこれね、正しいなと思っていることが、上空から見て、まあ、いわば俯瞰して見てみると、あ、これちょっと間違ってるなとかね、これはちょっとやったら良くないなっていうことに気づけるっていうこともありますから、ちょっとこう俯瞰してね、物事を見る、二人の関係を見るっていうことが大事。で、自分自身だけでは、ちょっとこう俯瞰してね、見れないんだったらば、第三者の人からの見解とかアドバイスも、受け入れてみる。それはね、その聞いたからといってそれをなんかこう盲信するんじゃなくて、あ、そういう意見もあるんだとか、ね、そういう考えもあるんだということでね、全部信じ込むんじゃなくて、あの取り入れる、参考にするってことですね。それが大事。自分一人でね、俯瞰して見れないんだったら、もう一つ同じようなカードで、ここは鳥の背中でしたけども、今度は気球をね、気球に乗っている人がいるわけですけども、このカードもビューフロムアボーブっていうのは真上からの眺めということで、ゲットザビッグピクチャーっていうのは大きな視野を得る。大きな視野で物事を見るっていうカードになります。だから視野の広さがあなた様には重要なわけです。あなた様とお相手の方がいる中で、あなた様が広い視野を持って、なんでしょうかね、持ち続けてあげないと、お相手の方はどうしてもこう視野が狭くなっちゃう。あまり視野が広くない方だから、だからこそあなた様は広い視野で、こうね、状況確認とか、ね、押してあげたりだとか、まあ、そっとね、お相手の方がこう視野が狭いから間違った方向にね、なんかこう崖にこう進んでいきそうになったら、そっちか、崖やからあかんぞっていうことでこう止めてあげたりとかね。だからそういう広い視野を、だからお相手の方の、まあ、目にもなってあげるというかね。広い視野を持った存在であってあげるっていうことも、二人の愛がもっと深まっていたりね、
あなた様をこう笑顔にしてくれるために、お相手の方が動いてくれるためには、そういった活動とかこう寄り添う方がすごく大事だよっていうのが出ていたので、参考にねしていただけますと幸いです。はい。そして最後、選択肢のカードに移っていきます。 C をお選びいただいた方はこちらで、アセンドっていうカードですね。まあ登るっていうカードが出ています。まあここには、まあ登るということです。で、ですから、まあ階段を登っているようなね姿が描かれているわけなんですが、まあ一段一段でもいいのでね、まあ少しずつでもね、あなた様がこう駆け上がっていたり登っていくっていうことも大事で、現状に留まっていてはね、なかなか望むような変化っていうのは訪れない。だから現状維持でいいやっていうね、その感覚はもう危ないわけです。現状維持じゃなくて、昨日よりも1ミリでもね、成長できたかどうか、そういう意識を持ってこう登っていく、人生という階段を登っていくっていうことが今あなた様には大事。現状維持でいいし、現状でも十分だみたいなねことになると、今度劣化とかがね起こってくるわけです。劣化とか悪化ね、現状維持しているつもりがどん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 ね、実はこう地盤沈下のように下がっていってしまうわけなんですね。だからちょっとでもね、こう上がっていく姿勢、登っていく姿勢をすることで、本来望んでる現状維持が叶ったりだとか、それ以上の状態になっていくっていうことですから、少しでも本当に一段の階段でもいいから登り続けていく、日々ねこう登り続けていくっていうことが大事だよっていうのが出ていたので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問がですね、LINE では好意的なのにリアルでは素っ気ない男性の心理は、ということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあこれはですね、まあリアルで素っ気ないっていうのは、そのリアルでのね、まあ例えばコミュニケーションであったり、まあ距離の縮め方であったり、恋愛の進め方っていうのが、やっぱりこう苦手意識があったり、コンプレックスがあったりですね。まああとは成功事例が少ないから、やっぱ素っ気なくなっているわけですね。どうしたらいいのかわからないから。でも LINE で好意的っていうことは、まあなんかこう画面を挟んでいれば、まあコミュニケーションが取れるっていうことだと思うので、だから恋愛シミュレーションゲームは得意でも、実際の恋愛が苦手な、ね、人と同じで、まあ、この素っ気なさっていうのはね、実際にそういう態度を取られると、まあ、辛い部分はあると思うんですけれども、この素っ気なさっていうのは、どこかでこう、うぶさですね。この人すごいうぶなんだなっていうね、そういうふうにやっぱ捉えてあげた方がいいかなと思うので、まあ、決してね、本当に嫌いだったらね、LINE でも好意的な態度っていうのは見せないと思うので、まあ、そこで好意的な態度が出ているっていうことは、もう好きという気持ちだったり、恋愛感情を芽生えていると思いますから、あとはだからその素っ気なさをね、まあ、うぶさとして捉えてあげるのが大事かなと思います。はい。ということで、最後 C ですね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。